私の名前は梅沢千恵子です。絵画教室主催で、 あとは油絵を専門に描いてます。コラージュといって、英字新聞や和紙はちょっとちぎってですね、画面に貼ったりして、その油絵の具って結構ビニール質みたいな感じで、こう乾くとちょっとツルツルっていう光沢がある感じになるんですけど、その和紙っていうのはその紙の素材のザラザラな感じがするんで、またこうそこら辺がなんかこうちょっと違う異質のこうものとして、こう画面の中でなんかこう面白い感じなマチエルができてくるんですよ。今描いてる絵は消防士を描いてますけど、はい、それはもう本当に次男の影響で、はい、やっぱり消防士さんがこう頑張ってる姿というのを絵にぜひしたいと思ってお願いして描かせてもらってます。もともと父が絵を描いてましたので、もう幼い頃から父の傍らでずっと見てましたから、本当にきっかけっていうのはもう、自分で「あ、これだ」突然そういうふうにこう思いついたわけじゃなくて、その、自然と。そんなにあんまりこう周りの絵を見なかったので、父の絵ぐらいしかちっちゃい頃から見てないっていう感じでしたけど、父とは本当に全然、真逆というか、父は本当に具象的な絵なので、私は本当に抽象的な感じなので、そこら辺はもう、どちらかというと真逆だから、本当に父と私はもう性格もなんかこう合わないっていうかそんな感じでした。自分の中で一番こう思い出がある作品は、学生の時に描いた上野の森美術館大賞展で大賞をいただいた絵ですね。本当に学生の頃全てそれにつぎ込んだっていうか、こうなんか空いてる時間もみんなそれに費やして、描いたので、フラミンゴを描いたんですけど、でわざわざ動物園に行ってフラミンゴの絵を描いてるので、飼育員さんにお話しして、そしたらじゃあ檻の中入っていいですよって言っていただいて、で檻の中とか入れてもらったりとかして、しばらくフラミンゴをテーマに描いてたんですけど、そのなんかこう羽のなんか美しさ、ピンクのなんか、ああいうのなんか魅了されちゃいますね。こだわりはやっぱり使ってるものは、だいたい父が使っていた絵の具のメーカーで、フォーズも気にはするんですけど、一番大事なのは、確かにその光の陰影はすごい気にします。やっぱりね、自然なこう柔らかい光、そういうのが好きです。行き詰まることはもう年中、もうだからほんとちょっと進んだらもう壁に当たってっていう感じで、もうデッサンとかも、あ、もうこれが自分で限界かって、もっと先に進めると思ったのにっていうのは年中はもどかしいですね。油絵は結構色も使ってるので、本当にデッサン力が全てってわけでもないんですよ。自分の好きなこう色の組み合わせで気に入った感じにすることもできるので、やっぱデッサンっていうのはやっぱりこう目でこうもう答えがこう出てるものなので、やっぱり壁になんか年中当たってるな当たってるなっていう感じはあります。なんかこう大変なことがあっても、それがなんか後々絵にこうね生きてくるのかなとか思うと、じゃあいっぱいなんか普通の人が経験しない苦労を経験した方がこう人生美味しい。自分もちっちゃい頃苦労したのかもしれないけど、そういう経験からこう生まれてきたりすると思うので、そう、絵をやめたいと思ったことはないですね。もう本当なんかマグロのようにとか、もう絵やめたら自分は死んじゃうっていう感じ
になってますね。生活の一部。絵があるから生きていけるっていう。